皆さんこんにちは。株式会社 LC ジャガーランドローバー三島宮沢でございます。やっと出ました5代目レンジローバー。29グレードありますので、私の方で皆さんのオーダーの手助けになるようなアドバイスができたらと思いますので、動画をご覧になっていただければと思います。私はまずレンジローバーはですね、初代のクラシックバンテンプラスというロングホイールベースを中心でしたけれども、こちらを数台乗ってきまして、それからセカンドレンジ2台乗りまして、サードレンジ、こちらはまあ BMW の 4.4 の NA エンジンと 4.2 のジャガーのスーパーチャージャー2台乗り継ぎまして、いよいよ4代目5リッターのスーパーチャージドをフルオーダーでオートバイオグラフィーをお出しました。そしていよいよ5代目ということになるんですけれども、日本でも数多くいらっしゃるレンジフリークの方々いると思うんですが、私は1代目から4世代目まで全てを乗ってきましたし、レンジロバーイボークも乗りました。今ベラールのファーストエディション乗ってます。それからまあレンジロバースポーツも乗ってきました。ということでレンジロバーファミリーも全部乗ってきてるので、まあ、その辺でいろんなレンジの良さ悪さはかなりのレベルで熟知してると思ってますので、まあ、ちょっとその辺今回この5世代目に思いを皆さんに伝えていきたいなと思ってます。一番最初にこのリアを見た瞬間に買おうと、もう絶対欲しいというのがスイッチが入りました。未だに思うんですけど、今実車を見てます。それから SNS、Instagram とかで画像も見ます。 CG も出てます。もう正直デザインが美しすぎて CG なのか画像なのかパッと見分かんないということが多々あって、まあ、今もこう実車見てるんですけど、もう本当 CG かと思うぐらい美しいですし、まあ、かっこいい、まあ、そして上品があるということで、まあ、そのやっぱ英国王室御用達のジェントルマンの車としては本当に名実ともにここまで来たなと、まあ、まさにおっしゃる通り SUV の頂点極めたなという感覚でございます。今後のスケジュールですけれども、まあ、車自体はこれから日本が終わりましたら海外にまた移動しますので、実車が見れるのは実際は今度は6月のデビューフェアという形になりますので、ここから1月、2月、3月、4月、5月と6月とここまでは実車の確認もできません。試乗車もないという中で29グレードもある車をオーダーしていかなきゃいけないと、これはお客様にとってもセールスにとっても結構至難の業だということで、まあ、私もまだ正直乗れてないんで乗った感想は言えないですけど、スペック見れば車の性能はよく分かりますので、その辺の絶対外しちゃいけないオプション、それからおすすめのオプション、あとはオーダーの仕方、絶対混同すると思うので、まあ、その辺をアドバイスさせていただきたいなと思ってます。5代目エクステリア、まあ、特徴的なのは曲線、凹凸がない曲線といいますかね、まあ、ちょっと言葉が合ってるか分からないですけども、一筆書きのようなサッというこのデザインがかっこよくて上品で美しい、まあ、どの言葉も当てはまるデザインなので、まあ、こういう車はまずないなというところと、このリアのエンドのこのデザインの締め方ですとか、あとは D ピラーのガラス化、まあ、こちらもほぼ凹凸がなくきっちり仕上がってるっていうのがやっぱり本当に綺麗。私、まあ、F タイプですとか、まあ、クラシックレンジローバーとかの YouTube でも、ちょっとお話しさせてもらってますけど、やっぱりリアのデザインがやっぱり英国車魅力がある車が多いんですけれども、まあ、まさしく5代目もこのリア、この先進的なデザインもやっぱりこの2ドアのクラシック、まあ4ドアでもいいんですけれども、このやっぱクラシックルーブル美術館に工業製品として初めて展示された美術品として、やっぱこの大元の素晴らしいデザインがあるからこの今の5代目が生まれていると思うと、やっぱりすごい感慨深いと言いますか、やっぱり歴史とステータスがあるレンジローバーは最高だというふうに思っています。まずオーダーですけれども、まあ本当29グレードあっていろんな仕様ができる。今回の5代目はオプション代を払えばいろんなオプションが全グレードに付けられるというオプションが非常に多いので、グレードを絞るというのは非常に難しくなってますので、まずは私が最初の項目でいうエンジン、ホイールベース、オーディオ、それから内装のレザー、まあ、この辺で絶対外せないという項目を1つ2つ見つけていただければ一気に絞れますので、まずはオーダーの順番というものを、ご提案させていただきます。まず1番目はエンジンですね。エンジンは4種類ございます。3リッターのディーゼル300馬力、それから PHEV の440馬力、 PHEV の510馬力、
それから V8 の 4.4 リッター530馬力この4種類のエンジンからまずどれを乗りたいのかを選んでいただきたいと思います。2番目ですけれども、ホイールベース、ショートホイールベースなのかロングホイールベースなのか、これは4代目の前モデルより全長が5センチ伸びてます。5センチというともう5メーター5センチです。ロングで言ったら5メーター25センチもうすごく大きくなりましたし、幅に関しては2メーター3ミリ2メーター超えですのでやっぱり大きいですので、まあ前モデルですとロングホイールベースは結構厳しいなって私も認識がありましたけれども、今回は全グレードに5代目レンジローバーは 4WS オールホイールドライブというステアリングをフロントを左に切りますと低速域ではリアのタイヤが逆方向に向くと、高速域では左に切った打角に対してリアもそれに追随してスムーズなコーナリングという形になってますので、最小回転半径がレンジローバーの歴代で一番切れる、ショートホイールベースで 5.48、 ロングホイールベースで 5.98、 6メートル切ってますので、これロングホイールベースも選択肢に入ってくると、グレードを詰めるのに選択肢増やしてどうするんだって怒られちゃうかもしれないですけど、5代目はロングホイールベースの選択肢ありなんです。ですので、まあ、この辺も決めていただきたい。もう一個トピックスとしましては、レンジローバーで初めて7人乗りの設定ができました。今までディスカバリーで大人フルで7人乗車をして一番いいグレードを乗ると、レンジローバーにないからディスカバリーの最上級を乗られてたお客様が、いよいよ5代目はレンジローバーでロングホイールベース選択すると7人が選択できると、これは本当に一つのトピックスだと思ってます。次にですね、オーディオの選択をしていただきたいと思います。オーディオメリディアンですね、これが 400W の14スピーカー、こちらを選びますと SE か HSE という形でグレードが絞れます。こだわりがない、もしくはもう俺は音楽なんか聴かないんだと、車乗ったら無音だという方はこのオーディオになるとグレードが絞れます。逆に 3D800W18 スピーカーをチョイスしますと HSE 以上のグレードが選べますので、まあ、こちらはまず絞れるというよりはかなりいい音、18スピーカーですのでこちらをチョイスすることも可能です。最後ですけれども、メリディアンのシグネチャーサラウンドシステムと 1600W34 スピーカーですね、まあ、こちらはまた新しいレンジローバーのトピックスがあるんですけれども、アクティブノイズキャンセラーといってタイヤハウスですとかホイールの振動ですとかタイヤノイズ、そちらをセンサーが全部吸収をしてメリディアンのシステムで周波数を合わせて、ヘッドレストスピーカーが内蔵されているんですけれども、そちらで周波数を合わせて音を消すんですね。静粛性をさらに強化できるという形のこの新しいアクティブノイズキャンセラーがついている、それいいなと思った方はもうこれを選ぶとオートバイオか SV もしくはファーストエディションしかなくなりますので、こちらでグレードを絞っていただくこともできますと。もちろんレンジローバーですからさらにラミネートフィルム、合わせガラスのフィルムも強化されてますし、もう静粛性はさらにもう1段2段上になったと。で4番目ですけれども、内装のレザーの選択ですね。これがウィンザーレザーっていう、まあレザーはそんなこだわりないよという方であれば、これが SE に標準になっています。僕が大好きなセミアニニレザーですけれども、ちょっとしっとりとした感じの柔らかいレザーですね。こちらも HSE 以上という形になりますので、セミアニニレザーをチョイスするという選択もあります。でさらに今回新しいニューレンジローバーではニアニニレザーというさらに上のグレードのレザーが設定されますので、まあ、こちらは SV の標準です。でオートバイオのみオプション設定となりますので、ニアリニを選んだ場合にはもう SV かオートバイオという形でグレードが絞れます。あとはですね、これは逆に SV 以外の全部のグレードに適用できるんですけれども、まあ、次世代といいますか動物保護の関連でウルトラファブリック、これは動物性能ものを使わないという形でメーカー発表によるとレザーよりも高性能だという形のウルトラファブリックも選ぶことができます。お伝えをした、まあ、4項目ですね、エンジン、ホイールベース、オーディオ、内装のレザー、ここを、1つでも2つでもこだわりで固めていただければグレードは一気に絞れますので、ここからはですね、先ほども
お伝えしましたけれども、予算があれば何でも付けられてしまうオプション、まあ、エクステリアの色ですとかシートアレンジ、細かくシミュレーションできますので、こちらは予算とこだわりでオプションを選択していっていただければと思います。でですね、ここまで選択していただいて、まあ、レンジローバーフリークとしてですね、まあ、アドバイス、ここ結構重要なんですけれども、4台目まではですね、5リッターのスーパーチャージドというエンジンを選択しないと、ダイナミックレスポンスという、足回りですね、ロールを制御するシステムがついてこなかったんです。ですけれども、この5台目になりますと、予算さえ許されれば3リッターのディーゼルでもこのダイナミックレスポンスプロというのを、トルクベクタリングのオプションとセットでオーダーすることができます。これを入れると、そのトルクベクタリングで内輪と外輪のブレーキを制御しながらコーナリングを曲がるですとか、ダイナミックレスポンスプロでロールを乗り心地のいいままロールを抑えるですとか、あとはオートテレインレスポンスと連動してますので、まあ、その道路市場とか運転手のアクセルの踏み方に合わせて常時車がロールをしないように抑えてくれる、これが今までオートバイ5リッタースーパーチャージドでしか味わえなかったものが全グレードで設定すれば味わえると、まあ、私はさらにそれがレンジローバーの本当の足回りだと思ってますので、歴代の YouTube でも5リッターのオートバイを進めてきましたので、ここはぜひ必須アイテムとして絶対に入れていただきたい。私が一つ悔しかったと思った話がありまして、私が他のブランドでお客さんと車の話をしているときに、俺レンジローバー乗ったよと、すごい良くなかったですかと、なんで売っちゃったんですかって言ったら、足回りが柔らかすぎた、乗り心地は良かったけどちょっとふにゃふにゃしすぎちゃって、ゴルフとか行くのにちょっと車用意しちゃってやめたんだよと。でもそれってレンジローバーの新車のオーナーの感想なんですよね。でもその時僕は聞きました、5リッターのスーパーチャージド乗りましたと、乗ってないと、俺3リッターのオートバイだと、それ足回り全然違いますと、まあ、その3リッターのオートバイが悪いわけじゃないんですけど、乗り比べた時に僕だったら絶対ダイナミックレスポンス付きの5リッターのスーパーチャージを乗ってたと思うんですね。ですので、まあ、その家族に例えば乗り物の用意がしやすい方がいるとか、ワンちゃんをよく乗せるけど乗り物用意しやすいとか、ゴルフに行くから結構ワインディングも結構スピード出したいんだとかいう方が、その5リッターのオートバイを知っててオーダーしてればいいんですけど、知らないで3リッターに行ってたりすると、同じ新車のレンジオーナーでもインプレッション変わってしまうと、僕はその時にすごい悔しい思いをしたんですね。これはもうディーラーにも責任があるかもしれませんけれども、まあ、この辺を僕が強くお勧めするということで、3リッターの車に対してもダイナミックレスポンスプロをですね、必須アイテムとしてつけていただきたいと、これが僕からの熱いメッセージです。今回僕は5台目はもう使用を決めてまして、ロングの7人乗りオートバイを買いたいなと思っています。まあ、僕の場合はエンジンは V8 一択 4.4 の530馬力 750Nm、 もうこれかなと思ってますし、あとは新しいトピックスでパワーアシストドア電動で開閉する、こちらのオプションが SV 以外はオプションになってますので、まあ、これオートバイ用にオプションでつけていきたいなと思ってます。まあ、色と内装はまだ、決めてませんけれども、まあ、ベースは一応揃えていくと。